超古代文明とは、戦死時代に存在したとされる、高度に発達した文明のこと。超古代文明は、文字による記録が残されている有史以来の文明が、成立したとされる、紀元前4000年頃よりも前に存在したとされる、現代文明よりも高度な文明や、不明な点が多い文明を指す呼称である。ムーやアトランティスなどの伝承や、創作文学などを発端とするものが多い。 これらは20世紀に入ってもなお注目を集めたが、20世紀後半になると航空機、人工衛星や放射年代測定などの隠し調査が本格化し、プレートテクトニクス理論や遺伝子研究も登場したことから学術的に否定され、一般的にはオカルトの類と認識されている。これらの文明には現代文明をしのぐ卓越した技術によって反映したが、 自らの超技術に溺れて自滅したり、驚異的な天変地異によって消滅したという伝説が、付随し、様々な都市伝説や噂が広がり、考古学でも、議論が続くテーマでもある。これらはしばしばファンタジーや、創作の世界におけるテーマとされ、さらにはその根源を、現代の人知を超越する心霊や、宇宙人に基づく神秘主義に求めることもある。 物証として遺構や遺物が提示されることもあり、このうち一部は、オーパーツなど、学術的な検証研究の途上の遺物を含むことがあるものの、そのほとんどが論拠がない、信憑性が船舶、岩作や鉄造などの理由で、検証の対象となり得ていない。にもかかわらず、こうした失われた超技術の復活や、未知なものへの同型や意見は、盲信を生じやすいため、 しばしばカルトが引用するなどして利用することがある。ありがとうございます。